もう早く喋りたい。早く喋りたい。とにかく。こんにちは。くしゃみ。こんにちは。ちょっと今ねこっちでテロップを打とうとしたんですけど全然打てなくて、もうめんどくさと思って携帯で打ちます。すいません。よし。くしゃみで低遅延じゃないの気づくってどうやって気づくの？分かった。すいません。どうやって気づくの？寝起き、そう、なんかもうここ最近めっちゃ早寝早起きだったんですよ。そしたらなんか通常よりもなんかめっちゃ早く、そう、起きちゃって、通常より、私が起きたいと思った時間より、今日はせっかくオフなのに。そう、それで二度寝しました。二度寝じゃないな、普通に一回起きたんだけど、お昼寝をしました。起きて朝ごはんを食べて、で、あのちょっとドラマ YouTube を見て、でそっからもう一回お昼寝をして、そうなのでちょっと寝起きだから、そのさっきお昼かお昼過ぎぐらいに配信しますって言ったのは、そのお昼寝前お昼寝前にとりあえず昼か昼過ぎくらいに起きようと思って、そうです。二度寝をしました。という感じで、こっちか、ですね、皆様波動本当にありがとうございました。無事、チーム B が優勝することができました。改めて本当に皆さんありがとうございます。いや、もうよかった、ありがとう、おめでとう、ありがとう、みんなありがとう、みんなありがとう、本当にありがとう、万歳、本当に嬉しい、なんかすごく嬉しいです。本当、何が嬉しいって、やっぱこう
チーム B 何が嬉しいって、もうマジでもうプレッシャーがやばかったんですよ本当に。なんか10点ぐらい、なんか総得点方式っていうのを本当当日知って、いや私ちょっと本当あれを説明を読んでなさすぎたんですけどすいません。そう、総得点方式っていうのをね、何当日の朝のなんか説明を聞いて、そうなんだと思って、そう私はその一戦ずつ勝って勝って勝ったらもう勝ちじゃんと思ってたんですよ。そうだから私は、え前言ってたじゃん配信で、私のところまで勝ちが回ってこない可能性もありますよねみたいな、そうって思ってたのね。でもそしたらまさかの総得点方式で、当日説明をちゃんと聞いてて知って、あマジかってなって、えってことは普通に0-0で0-0-0-0だったとしてもやばいじゃんって思ってそうと点差がね、点差が0-0-0-0だったらもっとやばいし、そうたとえ2点勝ってたとしてもそこうちらが3点負けたらもうやばいじゃんと思って、もうどん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 チーム B のみんながもうプレッシャーをかけていくわけですよそう、まあ、勝ってくれてるのにプレッシャーをかけていくとか最低な表現をしているんですけど、本当にもうどれだけやんなきゃいけないのみたいなどれだけみんなもうなんか点差をすごくみんなが広げてくれたおかげでっていうのもあるんだけど、そう、そのおかげで多分どっかには心の余裕はあったんだけど、でもどん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 点差が開いていけば開いていくほど私たちがいや大丈夫っしょチーム B なら勝つっしょみたいな雰囲気になっていくんですよ。そうもう待ってみたいな待ってと思って、そうもうどん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 なんかもうやばいみたいな、どんどんやばくなっていくんです、私たちへのプレッシャーが。もうチーム B なら勝つよみたいな、いやだって10点差でしょみたいな、待って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 くれみたいな、そう本当にそういう気持ちでいっぱいで、そうでしかもそしたらもう隣で真帆ちゃんがめっちゃ緊張しだすから、もうなんかそんなにあなただってあなた点数取れるんだからみたいな、あなた点数取れるんだから大丈夫だよって私は思ってたんですけど、隣でどん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 緊張していくから、もうその緊張がどん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 移っていって、もうやばいみたいなやばいプレッシャーみたいな、そうでこれを私がもしもそのまず私自身当たっちゃったら終わりだし、そういっぱい当たっちゃったらダメだし、このシールドをうまく立てられなかったら真帆ちゃんもうまくこれができない、アタックができないってことじゃないですか。だからもうやばいみたいな、もう本当にどうしようっていうのがすごいすごい、もうすごくて本当にやばいやばくて、もう緊張とプレッシャーで戦ってたんですけど、でもみんなが本当にまず、まあ、この優勝を狙える位置っていうのに、そう決勝戦だってずっとチーム B って最下位だった、ほぼ最あなんていうんですか、もう総得点全体の得点でずっと最下位だったじゃないですか。そうなんか3位4位ばっかりになったりとかしてそうずっと最下位とかだったじゃないですか。そうだからもうまずこの優勝決定戦にその Day 11までのメンバーがみんなで、まあ私も含めてなんですけど、みんなでマジでここに持っていけたことがすごいし、もしもなんか本当にもうなんていうの、全得点総得点がドローだったら、そうだったらその11までの順位で決めてたらしいんですよ。だから私たちはもう引き分け以上だったら基本勝ちだったの、負けなければ勝ちだったの。そうみんなが1位にしてくれてたから、そう基本的には引き分け以上だったら勝ちだったんですけど、でもやっぱり
もうみんながそうやってその言ってくれたのもあるし、その私たち一番最後の試合だったんですけど、そこまでにチーム B のメンバーがもう10点差をつけてくれてたのが本当にマジで、私の中では心に余裕がちょっとはできてた。ただやっぱりどんどんそれがプレッシャーにもなってた。でも本当みんながそれしててくれてたから、すごいありがとうっていう気持ちでいっぱいでしたっていうのもあるし、あのマジでみんながスーパーボールをいっぱいくれた、エナジーもいっぱいくれた。そうエナジーが本当に、なんかいつもだったら、まあ、シールド5だったら、まあ、他は222が大体ベストなんですよ。でしかもシールド5に行くのって大体その第3戦の前に5に行くのが本当ギリギリなんですね。そうでもみんながもうそれまでにちゃんと5にしてくれて、その2の段階、2戦目の段階で5にしてくれてて、で、他のやつも段数も4まで行ってて、そう本当みんなのおかげでマジで戦えました。エナジーいっぱいありがとうございます。でちゃんとスーパーボールもあの最終戦1000個、しかもチーム B が一番、もうあの中でトータルで見ても一番いっぱいもらえたよ。そうだから本当一番いっぱいもらえたから、すごくみんなが、本当にみんながいっぱいボールをくれたのでありがたかったです。どうだったんだろう。でも本当ゆきりんさんがしっかりとボール集めでもうたくさん稼いでくださったのでそうらしいので、そう私はもう自分で自分のボールをなんかなんていうの集めるのに必死だったから、もうゆきりんさんがどれぐらいボール集まってらっしゃったかとか、そうなるべくそのチーム B のところに行かない、チーム B のメンバーが固まっているところに行かないようにとにかく必死にそう集めたんですよ。だから分かんなくて、そうそうそう他のメンバーがどれくらい集めてるかとか全然知らなかったんですけど、なんかほんと周りのことを聞く限りもうすごくゆきりんさんがたくさん集めてらっしゃったっていうのを聞いて、レジェンドってさすがだなっていうのを思いましたし、いや本当に17年の荒技を使ってくださってありがとうございますっていう感じですそう本人の方が言ってらっしゃったんですけど、絶対ゆきりんさんでめっちゃやばい500個ぐらい集めてると思う、 トータルでもっとか1000個ぐらい集めてそうゆきりんさんだけど、だってうちらで2回1000行ったから、そう2回1000行ってるからもうやばいってことじゃないですか。そうだから、そうそう、しかもなんでしたっけいやもうでも本当に嬉しかったです、勝って。でまあそうスーパーボールチーム B のもファンの方もだし、あのエナジーも多分 B のファンの方以外の方もくださったりとか、まあ、B の他のその昨日出れてないメンバーももちろんいるわけじゃないですか。でもそのメンバーさんたちがたくさんツイートとか、セナタンがすごくツイートしてくれてて、そうあとアヤナンさんもなんかツイートたくさんしてくださってて、そうだから本当に、なんかセナタンは卒業しちゃうじゃないですか、もうだからもしかしたら CM に一緒に出れないかもしれないかもしれないじゃないですか、わかんないです、いつ放送かもわからないしいつ収録かもわからないので何もわからないんですけど、なんか一番本当に多分昨日の出れてないメンバーの中でこう一番多分宣伝をしてくれてたから、もう絶対に一緒に出たいっていうのを思ってます、本当に、うん、なんかひだちゃんもさ今回の波動のデイ11まではさすごい一緒にさ頑張ってくれてたからさ、そうだからなるべく本当にもうチーム B のなんかいっぱい卒業しちゃったじゃないですか、もうレイちゃまとかも卒業、ヒカルンとかも卒業しちゃったし、めぐみも卒業しちゃったけど、なんかそこまでに本当にこのデイ1からデイ11まで携わってたチーム B のメンバーみんなで出たいっていうのがすごく、うん、思ってます。
本当に。そう、あやなんさんもあのツイート、すごい、あやなんさんはすごいめっちゃ圧かけてくださってなんかこの間あの劇場に一緒に出させていただいた時、この間のこの間かな、2回前ぐらいに出させて、一緒に出させていただいた時に、絶対チーム B、 まだなんかその MVP が一人っていうのを知らなくて、そうそうそう、なんか知らなかったんですよ全然。なんかただその勝ったら MVP みたいな、勝ったらハワイ行けますみたいなのかと思ってて、その放送があったじゃないですか、波動の、波動の放送があった、なんか生放送みたいな、生配信みたいなあった時に MVP ハワイ行けますみたいになった時に、その勝った一人が、勝った一人っていうか、そのすごい一人が行けるんじゃなくて、勝ったチームみんなで行けるっていうのをそう思って、あやなさんが、え待って、ハワイ行けるじゃんみたいなえこれって出てないメンバーも行けんのかな、当日出てないメンバーも行けんのかな、え絶対勝ってきてねそう、でもやっぱそので成長率もあやなさんが第1位だったじゃないですか、波動のアイドルウォーズみたいな、あのツイッターさんがそうそうそう載せてくださってた、あやなさんが1位だったじゃないですか。だからなんかそんなね、すごい一番成長してくださった方が出れてなくて、そのなんていうの、今回は出なくて、でなんか成長率4位のやつが出て、全然成長してないじゃないかってあやなさんに言われて、やばいやばいやばいと思ってそう先輩先輩やばい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 って思って、そう思いつつも、でもデイ10の時に私はあやなさんにすごいシールドの貼り方とか教えていただいたりとか、まあ、コーチも教えてくださったんですけど、あやなんさんも教えてくださったりとか、まあ、デイ10の時に勝てたのはマジであやなんさんの圧のおかげで本当にそうすごいそのおかげなので、うん、でデイ10で勝ってなかったらもしかしたら2位だったかもしれないんですよ、このデイ11までの結果で2位だったかもしれないですよ。だからマジであの時に優勝できたおかげで、ほんと今回も優勝を狙える位置にいたし、だからマジであやなさんの圧大事ありがとうございますっていう気持ち、そう本当にありがとうございます。あやなさん優勝できました、一緒に CM 出ましょう確かにポイント2倍のところでチーム B がめっちゃそのデイ8、9、10で3連勝、3回優勝したんですよ。そうだからめっちゃもうマジで下克上でしかない、本当にもうなんかこんなにも下克上っていう言葉が一番似合う、なんかもうなんていうんですか、シチュエーション見たことない、マジで超絶の下克上じゃないですか、もうあんなにもう 最弱もうチーム B もうなんかやばかったですよ。もうファーストシーズンの一番最後の試合の時になんかもうスタッフさんにっていうか、そのままめっちゃいつも冗談言ってくださってるスタッフさんなんですけど、スタッフさんになんかいつも冗談ですよ、冗談で言う方になんかチームB と、なんかその時になんか全然一番勝ってもおもろくないやんみたいなチームが2つあったんですよ。そう総合で1位2位3位4位のチームがあって、そこにチーム B がいたんですよ。で上にチーム4だったかな、4か A か忘れちゃったんですけど、どっちかがいて、でそしたらなんかいやもう今日の試合チーム B とチームどこどこが優勝決定戦なんてやったら面白くないですけどね全然みたいな話をされて、マジで冗談でね、そうきっと冗談で、いつもの冗談でそう言われて、でそしたらもう本当になんかその時ちょうどそのチーム B とチーム他のチームもなんか面白くないって言われてチームが勝っちゃってもう
当にねあの時は本当にごめんなさいっていう気持ちでいっぱいだった。チーム A でしたっけ忘れちゃったけど、そう、まあ結局 B はね2位だったんですけど、その時確か、そうそう、本当にもうそんなところかな。総合ファイナルシーズン総合優勝、しかももうすごいマジで本当皆さんのおかげです。でまあ一番マジでなんだろう、まあ本当もうメンバーのおかげでもあるし、ファンの皆さんがすごいどん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 なんか波動、チーム B すごいじゃんみたいな、いっぱいエナジー投げようって思ってくださったりとか、なんかスーパーボールハピョンたちにいっぱいあげようって思ってくださったりとか、あとはまあ基本的にチーム B の寝返るファンの人がどん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 少なくなってった。 B 席にいるそのデイ1からデイ12まででどんどん B 席の寝返るファンが減ってったんですよ。もう忠誠心最強みたいな。そうだからもう本当にみんながマジでなんかどんどんチーム B に波動を優勝させてあげたいっていう気持ちがどんどん強くなっていってくれたおかげで、本当になんだろう、なんか本当そのおかげで多分周りもあボール入れちゃダメなんだなみたいな、ダメなんだな、やばいんだなこれはみたいな気持ちになっていくじゃないですかそうだからなんかそしたらもうちゃんとスーパーボールが集まれば、ちゃんとそのコーチが言ってくださったものに私たちはいけるんですよ。そう絶対に私たちはシールドを5にして、特にその最終戦のメンバー、まあ、私とかその今回デイ12のメンバー、デイ12でシールドを任されていたメンバーは絶対にシールドを5にして勝ち越しシールドを使いたいっていうのが大きかったから、絶対に毎回800個以上は集めなきゃいけないっていうのがあったんですよ、スーパーボールを。そうだからもう絶対にもう1個でも本当にファンの皆さんにはもう寝返ってほしくなくて、で800個プラスでもう一人のメンバーにもつけたいから、何かを、何かのなんかいいやつをつけたいから、もう絶対いい、もうそうなんですよ。だから800ともう一個みたいな、なんかが欲しいみたいなっていうのはあったんです。そうだからそれを、その作戦を本当に遂行できたのもマジでみんながちゃんと寝返らずにスーパーボールをちゃんとうちらにくれたりとか、あとは本当まずシールドをレベル5にしてくれたりとかしてくれたおかげなので、本当にありがとうございますっていう気持ちと、まあもう本当ファンの皆さんのマジでおかげっていうのはすごく強いんですけど、まあ一番ね、本当一番、まあ、本当に感謝を伝えなきゃいけない、マジで本当にあの配信中見てないと思うんですけど、あの本当にチーム B の波動のコーチには本当にありがとうございますっていうのをすごくすごく伝えたくて、なんかめっちゃ弱かったじゃないですか。でなんかその山部さんとか社長さんからは、波動のね社長さんから、そのチーム B のコーチはなんかもうとにかくなんかチーム B にのなんかモチベを上げてくれって言われてコーチは就任されたらしいんですよ。もうなんか優勝とかじゃなくて、もうなんかチーム B の波動に対するモチベを上げてくださいって言われたらしくてそうやばいですよね、もうその時点でめっちゃおもろいやる気ない人たちだと思われてるそうそうそう、でファイナルシーズン、そうちょっとずつやってって、そしたら本当にもうなんかコーチがすごい全部なんて全試合本当に見て、なんかこのメンバーは1試合目でこの何ですかパラメーターがどれだけ上がったっていうのを全部もう5分の4、5分の2、5分の1みたいな感じで全部書いて出してくださってて、そうやばくないですか、もうなんか本当絶対会社傾くやんみたいな本当感じでは思ってはいたんですけど、でも本当にそれくらいすごい全力でこの AKB の天下一波動会にすごい
かけてくれてて、でなんか多分一番なんか波動のなんかいろんなものを修正したりとかもう何する方らしいから、なんて言うんですかね、もう本当に一番波動をやってらっしゃる方って言ってもう過言でもない、過言でない、過言じゃないし、なんかマジですごい人ですみたいな言われたんですよ。さあコーチに就任された一番最初デイワンに出てたからさ、その時にそう言われて、いやでもどうせジムビアも弱いんですいませんみたいな気持ちで私はそのコーチが出てらっしゃるところのその思ってたんですよ、いやもう弱いんでみたいな、申し訳すいませんなんかみたいな気持ちでいっぱいいっぱいだったんですけど、でももうそっからどん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 そのどうやったらこのチーム B が勝てるかみたいな感じで分析してくださって、でその本当にコーチが本当に頑張ってくださってるから私たちもなんかね頑張んなきゃって思ってモチベがちょっとずつ上がってって、でみんなに本当最初なんてさマジで波動全然さ、波動で LINE 動いたこと一回もなかったじゃないんですか、ないんですよ、グループ LINE がチーム B のグループ LINE が波動で動いたことなんて一回もなくて、そうでもデイ8の時にチーム B が初めて優勝した時に初めて波動でグループ LINE が動いてそう本当にモチベ、チーム B 全体のモチベを本当に上げてくださって、でやっぱうちらのモチベが上がる分さ、ファンの方もじゃあチーム B のメンバーに優勝させてあげたいっていう気持ちが上がっていくじゃないですか。だからもうなんか本当にモチベって大事だったんだなって思いましたはい、そうで私たちのモチベも上がるしからファンの皆さんもそのスーパーボールとか波動のエナジーとかをいっぱいあげようってなってくれるし、本当なんか勝つことの楽しさをどんどん知ってって、負けることの悔しさをどんどん知っていきましたね、波動に関しては。そうだからそのおかげでなんかみんなそのおかげ、本当にたくさんの方のおかげで優勝することができたなっていうのを思ってます。ありがとう。まあでも何より本当にもうなんか何より本当にこの人にっていうのがもうなんかみんななんですけど、私的にはもうみんなにこの人にって感じなんですけど、本当に一緒にペアを組んでくれた真帆ちゃんは本当になんか多分一番プレッシャーあったと思うし、やっぱチーム B の中で真帆ちゃんはすごいすごいすごいって言われてたから、最初から割とちょっとずつねなんか成長していって、だからどん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 すごい真帆ちゃんはすごいみたいな、そのなんかなんて言うんですかね、あれがどん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 上がっていって、多分すごいプレッシャーだったと思うし、なんか本当になんて言うんだろう、それを乗り越えて昨日はすごい勝ってくれてよかったなって思いました。そう、本当真帆ちゃんがあんだけ点数を取ってくれたからこそ、なんかでもどっちに点数が入ってるか分かんなくて、そうどっちに点数が入ってるのか分かんなくて、なんか8対0みたいな出てきてたじゃないですか。でもそんなさ、真帆ちゃんがさめっちゃ取ってるっていうのも知らなかったからさ、私は。でも真帆ちゃんがやられてるわけでもないしみたいな。でも私もそんなになんか、私2回ぐらい KO されたんですけど、そうやってた時に2回ぐらい KO されてたんですけど、されちゃったんですよ、最後の試合、一番最後の試合で。でもなんか真帆ちゃんがそんななんか6回もやられてるかなみたいな、そんなわけなくないみたいな。まあでもとりあえず私はシールド貼ることしかできんと思って、シールド貼って、でちょっとシールド貼ってちょっと冷静になるじゃん、4枚ぐらい、そう4枚ぐらいシールド貼ったらちょっとさ、真帆ちゃんがでそのシールドの中に入ってくれたら私的にはちょっと冷静になるんですよ、だって強いから
まず盾が強い、シールドが強い、カチコチシールドだし、で目の前に、まあ、最強のアタッカーがいる。でもうもうちょっと冷静なのその瞬間ね。で、まあ、まず当てなきゃっていう、そうとにかくこの十字架を合わせて当てなきゃっていう、ちょっとずつそのよしっていうのを思ってて、そしたら B のところになんか8対0みたいな、9対0みたいな、どんどん増えてって、はっみたいな、大森真帆当てすぎじゃねと思って本当に真帆ちゃんにはマジで感謝です。なんかその私たちの試合で1試合目と2試合目は基本的には個人戦で行こうっていうのを決めてたんですよ。そうでも私は私でシールド貼るけれども、そうでも基本的には本当個人戦で行って、そうシールドは貼るよ、もちろん貼るし、貼るけれどもう避ける、自分たちが避けるっていうのをとにかく一番、もう失点をしないっていう1試合目と2試合目はとにかくで、3試合目にもうゴリゴリにシールド貼って、もうゴリゴリに当てましょうみたいな、大森さん当ててくださいみたいな感じの試合の展開にしてたんですよ。そうだから昨日ので正解、とりあえずマジで。そうそうそう、だからね2試合目の時はママちゃん全然シールド入ってないやんってみんな思ったかもしれないんですけど、そうあれが正解です大森さんには動いてもらって。そうだってカチコチシールドって言ってもレベル5だけど、あ違う、普通にレベル5のシールドだけど、でもめっちゃ強いってわけでもないから、そうカチコチシールドが最強なわけで、そうそうそう、レベル5っていうのはあるけれども5枚は貼れるけど、めっちゃもうそのシされが強いわけでもないから、そうっていうのがあって、だからとにかく1試合目と2試合目はここで頑張って、3試合目でもうめっちゃ張ろうみたいななったんですよ。それが私たちの作戦だったんですけど、それがマジでうまくいって、でなんかどうだったんだろう、私全然自分の試合の記憶全然ないんですけど、シールドって結構前回のよりも前に貼れてた、それとも後ろだったどうだったんだろう、前回の私のデイ10の時より、デイ10の時より前に貼れてたのかな、もうちょい前行けた、どうだったんだろう、全然、ま、あんまあんま分かんなかった、自分でどこら辺に貼れてたか。そう3試合目、3試合目は前に貼れてました。よかった。そうなんかとにかくなんか前に貼らない、なんか前回のそのデイテンの時にファンの皆さんからもっと前に貼ってくださいみたいな、多分真帆ちゃんのファンの方からめっちゃ言われててそうでめっちゃ怒ったんですよ私それに対して。いやもうあれ貼れないんですよみたいな、ママにも言われました、なんかもっと前に貼ればいいのにって。いやだから貼れないの、もう本当に怖いのみたいな、前に出ていく時の恐怖って本当にすごいんだからっていうのをすごい言ってて絶対に貼れないんだからみたいな、めっちゃ怒ったじゃないですか配信で。そうでもそれがやっぱり私の中ではすごい頭にあって、全然前に貼れなかったってめっちゃ言われたから、絶対今回前に貼らなきゃって思ったのと同時に、そのそこまでの試合のメンバーの他のメンバーの試合を見てると、やっぱりどうしてもどんどんなんて言うんだろう、後ろにそのシールドを貼っちゃってて、みんながそう、でも確かになんか後ろにみんな後ろに貼ってるなって、でも分かる、前に行けない気持ちもマジで分かる、そう、うわーっていうのをすごい思ってて、そうそうそう、だからすごいそこはマジで頑張んなきゃ、前に貼らなきゃ、前に貼らなきゃ、まあ1枚目はもう仕方ないとしても、もう2枚目3枚目でもうとにかく前に貼らなきゃと思って、もうとにかく前前前前前っていうのあって、どんどんちょっとずつ前に攻めるっていうはいちょっとずつ前に貼っていくっていう、斜めにこうそうなんですよね、1回目でシールド出なくてめっちゃ焦りました。なんで出ないのと思って、嘘でしょと思って、そうやばいやばい
ばいみたいな、全然出ないやんみたいな思ってて、そう全然出なかった、私のこの下に下げてる時間が足りなかったのか、上に上げる時間があれなのか分かんないけど、もう全然出なくてめっちゃ焦ってた一人で。でしかも私一回やられてるんですよ、あれに、あのあれでやられてて、実は4枚抜きされてるんです一回。やべえされたと思って、そうでもそれがたまたまゴールデンショットじゃなくて、ゴールデンショットを使ってないメンバーにされた、だから1点で済んだんです。もう本当に良かったと思って、もう本当に良かったと思って、マジで。そう3試合目に KO されて、4枚抜きされたんですよ、まなかちゃんだったかちょっとずんちゃんだったか覚えてないけど、どっちかにされて、でもどっちかそのされた方じゃない方にその時ゴールデンショットが使われてて、ちょっとどっちだったか覚えてないんだけど、そう私もやばーと思って、と思って、でも1点しか増えてなかった、よかったやばいと思って、とにかくそうマジでめっちゃ焦りました、4枚抜きされた時本当に。でもあれがマジでゴールデンショットだったら、なんか私はもうそこでメンタルやられてた波動のコメント欄みんなハルピョンのシールド褒めてた、嬉しいありがとう嬉しい、影の立役者になりましたかね。まあ、とその時は S じゃなかったからね、そう A クラスだったから4点だったから良かったんですけど、そう、よくはないけどよくはないけど、でも本当にやばくて、とにかく避けなきゃっていうのがあったから、お腹鳴ってる、朝ごはんしっかり食べたので来た時お腹空いてないと思って、よかった B だったっけ S だっけ分かんないけど、まあいいや、そうもうとにかく避けなきゃっていうのを思っててずっと、そう S だったら10点、そうでも S の時にはね1600個集めなきゃいけないんですよ、だから無理なのよ波動ボール1600個はやばいのよ普通に考えて、いやだからね本当になんか全部が運とタイミングとなんだろう、全部がなんかなんかとりあえずなんか黄色のやつには当たっちゃダメと思って、そう金色か金色のやつには当たっちゃダメだ当たっちゃダメだと思って、スキル確認の時話してたのって何でしたっけ、何の話だっけ、何の話だ、京花ちゃんが攻撃力マックスになるくらい人気だったのは知った多分あれはもうナーミンの作戦勝ちですね、完全にシールド5になったらナーミンは自分にいらないって言ったんですよ、もう完全にもう京花ちゃんに振ってくださいっていうのを、そうもうそれはもうだ最初の段階から喋ってて、そうだからあれはもうマジでナーミンの作戦勝ちです、そうナーミンがシールド5になったらもう自分にはいらないから京花ちゃんに送ってほしいっていうのを言ったから、そしたら攻撃力が全部5になったから、そうマジでナーミもうキャプテンさすがさすがの采配って感じ、いやあれはナーミンが多分わかんない、コーチが考えたのかわかんないけど知らないけど、でもナーミンは自分で言ってたよ、私が聞いたのはナーミンがコーチになんか攻撃力
あ、違う、シールド私全部5になったらもう京香ちゃんに振ってくださいって言っていいの、いいですかねっていうのをコーチに聞いてた気がするから、多分ナーミンが普通に出した案だと思います。うん、キャプテンもすごい、マジですごい、え、本当に、困った感じの表情。あ、K がマジでゴールデンスキル、ゴールデンショット2つで来るっていうのをマジで読んでなくて、まあ普通にシールドと、まあ、ダンスか何か、まあ、シールドで来ると思ってたんですよ、とりあえず。そう、とりあえずシールドで来るって思ってて、そう、絶対シールドで来るって思ったから、だからこっちはカチコチシールドとシールドブレーカーで行こうみたいな話をしたんですよ。そしたらシールド使ってこなくて、ゴールデンショット2枚だったから、待ってみたいな、もう外れたじゃんってなって、やばいやばいってなって、でマホちゃんが、え、いつシールドブレーカー使ったらいいですかってなって、でもそのシールドブレーカーってその10秒間ボールが4発分になるんでしたっけ。そうだから有効的っていうのはそりゃそうじゃないですか。別にカチコチシールドだけに関することじゃないから、とりあえずそのズンちゃんのシールドが5だから、ズンちゃんがシールドを貼ってきたら使ったらいいっていう話をマホちゃんにして、でそしたらその後に京香ちゃんじゃないや、その後にコーチが来たから、コーチに、え、で合ってますよねって聞きましたそう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 、普通のシールドにも有効だよっていうのをマホちゃんと話して、え、それでいいですよねコーチにだから出たでしょ、私の、 あのダンス振り間違い、合ってる合ってない分かんない時にはコーチに聞く、もうそう、監督とかそういうなんていうんですか、お偉いさんに聞く癖先生に聞くのえ、合ってますよねこれでってで、合ってる合ってる合ってる言われたから、そうそうそう、うん、確認しました。うん、もう本当に。だからマジで緊張でしかなかった。でも私さ、意外、あのブザービート私も決めたんですよ、知らないかもしれないんですけど、私も1点奪ったんです。はい、実は1点取ってます。まあ、でも3点失ってるからちょっとそこは申し訳ないですけど、1試合目と3試合目で3点失っちゃって、ごめんなさいって感じなんですけど、でも ちゃんと当ててるんですよ、意外と。そうだ、同じタイミングでまほちゃんもブザービート決めたからそう、なんか全然あれみたいな感じになってるけど、意外と決めたんでよかったって思って本当に、点数でも1点でも取れて本当によかったと思って、マジでよかったです。でマホちゃんがマナカちゃんに当てたのかな、で私がズンちゃんに当てたのか分かんない、どっちがどっちに当てたのか分かんないけど、私マナカちゃんに当てたっけ、いやそんなわけじゃないと思うんだよね、マナカちゃんマジラスト1枚全然当たんなくて、そうめっちゃ大変だった、目の前にいるし、え、決めたのは自分で気づいてなかったです。そう、全然気づいてなかったなんかただ1-2になったじゃないですか、そう1-2って書いてあったんですよ、私 KO したのが1で KO されたのが2って書いてあって、で、え、いつと思って
私いつ1点取ったのと思って、でなんかその戦ったところの映像だけ見たんですよ。そしたら全然点数入れないやんと思って、私全然点数入れないやん、絶対これなんかの間違いじゃんと思ったんですけど、最後の最後に入ってた、よかったと思って。本当に。だからはい、全然なんかだからなんだって話しますね。今回のファイナルシーズンで一番最後に点数決めたのは私です。だからなんだ別に最後に点数決めたところでって感じなんですけど、点数取った人が多い方が有利っていうか、なんていうのすごいんですけど、もう一番最後に、もう本当もう全てのチームの一番最後に点数を決めたのは私ですだから何全然なんでもないんですけど、だからどうってわけでもないんですけど、アピールしとこうと思って。いやでも本当いっぱいみんなが点数決めてくれたから本当にありがとうって気持ちです。他のメンバーのおかげ。そうなんか私は本当全然なんて言うんだろう、本当になんかマジで真帆ちゃんがすごすぎたから、なんだろう、絶対に思ってる人いるって思ってて そう絶対に、いやお前が勝てたのは真帆ちゃんのおかげだぞって思ってる人絶対いるって思ってるんですよ。いやもうそうなんですよ、分かってます、それはマジで分かってます、本当にそう、私は本当に心の底からそうですって言いたい。いや本当に私が勝てたのは真帆ちゃんがすごいたくさん点数を取ってくれたから、いやもうそうなんです、そうなんです、分かってるんです。ただ私もシールドめっちゃ頑張ったんだよっていうのをもう誰かに伝えたくてでもそんなママに言ってもなんかもう全はいはいってなるから、もうどうでもいいやってなるからそうだからもうメールだったらもう絶対にファンの皆さんはみんな私のことを好きでいてくれてメールを取ってくれてる方々だから、そうだからメールだったらどれだけのろけてもいいかなと思ってそうメールでめっちゃ、いやハルピョンこんなに頑張ったんだよっていうのをめっちゃ送りました。そうでその後昨日ハッシュタグツイッターで、昨日じゃないか今日の朝ハッシュタグピョンメールで見たら、みんながなんかすごいいっぱい頑張ってたよシールドっていうのをツイッターでちゃんと返信載せてくれててよかったと、嬉しいと思って、ありがとうと思いました。はい、いやそう本当に、まあでも確かにマジでコーチがそのあなたはシールド、あなたはアタックっていうのをしっかりと決めてくれてたから、なんか皆さんもエナジー入れて入れやすかったと思うし、あこの子にはもうシールド入れればいいんだな、そう他のファンの方にもなんかさあ、いやこっちの子はシールドとこなんか段数とこっちでみたいな、こっちの子は何と何もう分かんないよってなるより、あ分かった、大森さんは攻撃ね、橋本さんは守りね、はい分かりましたよって入れた方が楽じゃないですかそうだからそれでできたのは本当コーチのおかげなのでありがとうって感じ。そう、ハルピョンが思っている以上にコメント欄でシールド良かったってコメントが多かった、嬉しい嬉しい、ありがとうございます。でも本当ナーミンがすごいシールドめっちゃいいですっていうのを言ってくれて、そうめっちゃナーミンが言ってくれました、マジでシールドめっちゃいいです最強です、うん、よくできたキャプテンだ本当に、なんかしかもそれをシールドプレイヤーに言ってもらえてるから嬉しいと思った。
そうなんですよね、マジで2の時に、あの2回戦目の時にシールド5になったおかげで、なんかしっかりと段数でレベル4にできたんですよ。そう、なんかあれでもしなんかシールドがちょっとだけでもいってなかったりとかしたら、もう本当になんかダメだった本当にダメだったんですね。そう、なんかソロだったら、いやシールド絶対5にしたいっていう気持ちが強いから、絶対に多分なんか5000個エナジーであの満杯になるんですけど、だから6000来てもその1000分は無駄になるんですよ。そう、えだったらそこ段数にって、そうなったんですけど、でもその2の時にもう5に行ったから、もう3の時はもう何も考えずにもうみんなに攻撃のやつにしてっていうのを言えたからよかったです。いや本当にすごい、マジで本当にありがとうって気持ち。マジでみんなのおかげ、本当にいろんな人に感謝しなきゃって思います。この今回のこれはマジで、確かに段数がブザービーターにつながったかも。確かに私が点数段数取れた、ありがとう、喋れないでも本当みんなが頑張ってエナジーくれたりとかして、本当にそうなんですよね、うん、だからあそこで絶対にレベル5に行きたいっていうのを思ってて、シールドを2回目の時に、だからでも本当に5に行くと思ってなかったから、次何に入れたらいいか分かんなくて、私はどうしたらいいんですかっていう状況になって、そう、そしたらあの応援席 MC 席からくるちゃんかなが、ダンス言ってくれたから、じゃあダンスでもう分かんないから、もう私はシールドプレイヤーだからもう分かんないと思って、ダンスでお願いしますって言って、したらコーチに後から、その後そのコーチが来てくださった時に聞いたら、いや大丈夫大丈夫、ダンスでいいよって。そうそうそう、ボール集めの時アルピアンのありがとうって声が一番大きかった。ボール集めの時ハルピョンが大きな声出して頑張って、いや頑張ったって、もう頑張りました。はいだって分かんないんだもん、何が正解と思って、分かんないよと思って、そう、いや真帆ちゃんにっていうのもありかなと思ったんですよ私は。でも多分真帆ちゃんは真帆ちゃんで、こんだけマジでガチだから、いや絶対真帆ちゃんは一人の力で行くと思ったんですよね、レベル5に。そうだから、どうしたらいいのってなって、そしたらちゃんとダンスって真帆ちゃんじゃないや、くるちゃんが言ってくれたから、あだダンスでお願いします、すいませんってなりました。いやでもあの瞬間に多分みんなも分かったと思うんですけど、もうチーム B のメンバー、特に私がどれだけコーチに言われたことしかやってないかはい、本当にそう私がどれだけコーチに言われたことしかやってないかっていうのが分かったと思いますね。うん、ありがとうございますいや本当にマジでむずいなって思った。キリンさん腰痛いって言いながらボール集めしてたのもう自分の、私はもういろんな人からもうボールもらわなきゃに必死で、
でも全然聞こえなくて、なんかみんなが、いや私ほんといろんな、なんて言うんだろう、ね、なんかねマジでいろんな声が、なんかそう、これは波動に関わらず限らずなんですけど、いろんな音が耳にめっちゃ入ってくるんですよ。だからなんか、えこの曲知ってないみたいな感じで、なんかすごいにぎやかなところで言われても、その曲が聞こえないのね。そう、聞こえてるんだけど、音自体は聞こえてるんだけど、その曲以外のにぎやかな声とか、人の周りの人の声とかも入ってきちゃうから、その曲だけを聞くってことができないんですよ。そう、わかります、この気持ち。そうだから、波動をやってる時もなんかもうみんなの声がもうめっちゃ入ってきて、そう、なんかもう 何言われてるか分かんなくて、なんかいいよいいよとか、分からん分からん分からんみたいな、とにかくもうそう、とにかくもう自分を腕打つのに必死なのと思う。自分がとりあえずシールドをこう貼って貼って貼ってっていうのに必死で、もうなんかもうどれみたいな。そうだから、みんながなんか言ってたのもごめんなさい、あんま聞こえてなかったですでもその1戦目と 2戦目の間の時に、めっちゃいいですとか言ってくれたりとか、そう2戦目と3戦目のボール集め終わった後にみんなが言ってくれたので、すごい力になりました。シールド3枚の間で出入りしながら攻めたまほちゃんのあうんの呼吸はすごいなと。え、私そんな、なんかあったんですね。まほちゃんが多分頑張ってくれたんだと思います私全然知らないです、ごめんなさい、はい、まほちゃんがすごいすごいだけ。はるぴょんし、え、そう、なんかファンの方からのコメントで、別のあれのコメントでね、なんかはるぴょんシールドいいよっていうのをゆきりんさんが言ってくださってたみたいなやつ、ツイーターかな、ツイッターかなを見て、そうなんだと思って、聞きたいと思いましたなんか音響さん、音響さん何なんだろうね、なんかすごいフワフワしてましたよね、あの会場の音、マイクの音とかも。そうですよね、え、私だけですか、なんかめっちゃ聞くの難しかったくない、私だけうん、なんかフワフワしてたよね。え、だよね、だからすごい、あ、確かにスピーカーがこっち向いてなかったっていうのはあるかもしれないね。スピーカーが向いてるところは聞こえてたのかもしれないけど、そう、なんか多分 MC 席側にスピーカーは向いてなくて、で多分波動やってる側にもスピーカー向いてなかったんで、すごいなんか音がホワホワしてたんですよ。そうだからあんま聞こえなくてそう、めっちゃひろゆこさんにあれって聞いちゃった申し訳ない。なんかその誰かが呼ばれてるとかは分かるんですよ私。え、だからいろんな音が入ってくるから、え、そうなの、だからなんか、あ、まほちゃん呼ばれてるよとか、くるちゃん呼ばれてるよとかは分かったんですけど、その後何を言ってるかが分かんなかった。あと遠かったし、ひろゆこさんと、何しゃべってんのって思ってましたえ、本当に聞こえなかったのマジで。ひろゆこさんのはるぴょんさん呼び好き、え、本当にありがとうございますって感じです。うん、でもめっちゃ楽しかった昨日の波動はマジで最高に楽しかったです。そう、優勝した時だけ橋本さん呼びでしたね、本当にそう思った。いやでもなんかファイナルシーズンって聞いてて、そうだからもうないんだなと思って、波動できないんだもんって思ってたけど、また波動ができるのは嬉しい。でもチームじゃないってどうやってやるんだろうっていうのがちょっと謎。
え、どうしよう、ドラフトとかだったら最後まで呼ばれなかったらマジやばい、どうしよう、やだ辛い。ね、波動は楽しかった、すごく最高。でも呼ばれなかったら呼ばれなかったで、いや私こんなシールド貼れるんですけどって顔してもう全然点数を決めない、私シールドできるんだって思います。シールドできるんですけどって顔してはい、 いやでもあとはまあ朝の配信とかでも、その当日の朝の配信とかでも言ってたけど、本当にちゃんとマジで MVP は絶対に私は取れないっていうのは思ってたから、とにかく真帆ちゃんに MVP を取ってもらうためには、私たちここでそのなんかもう弱々になったらダメじゃないですか。そう、私たちの試合で全然勝てませんでしたってなったらダメだって思ったから、絶対にうちらの試合では勝たなきゃ、真帆ちゃんが MVP って選ばれて、うん、やっぱそうだよねってなる試合運びをしなきゃっていうのをすごく思っていたので、それもね実行できてちゃんと達成できて、真帆ちゃん一番だって MVP に近い存在だったっしょっていうのを思ってたので、絶対に真帆ちゃんに MVP 取ってもらうぞっていう気持ちでいっぱいだ頑張りましたけど、なんか パスポートはないらしくて、はい、なんかパスポートどっか行ったらしくて、おい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 って感じなんですけど、そうでもみんながいやそうだよね真帆ちゃんだよねって納得の MVP だったっしょ、だからよかったです。うん、アニメグッズであふれ返ってるんだろうなうち、うん、で、あの見てください、昨日の波動であざできたあざできた膝に日の丸弁当みたいになっちゃったそう、いつできたのか分かんない、押したら痛いけど、あでも押してもあんま痛くない、そんな痛くない、めっちゃ痛いわけじゃない、だから多分ぶつけたわけじゃないんだよね、多分ずっとこうやって、いやこんな体勢もしてないよね、なんでできたんですかね、分かんないです、はい、なんかできましたあ、土下座してた時かなかもしんないかもしんない、土下座してた時かも。マホピョンは波動の日絶対行きたいところがあった、え、アニメです、そう、なんかデイワン、なんか初日だったらしくて、その映画かなんかのめっちゃ探してましたよ、なんかマホちゃんとサトミナちゃんで、え、八王子に近い、八王子で近いくて、え、なんか絶対行ける、なんか朝からでもいいから絶対行けるとこないかなみたいな、めっちゃ探してて、そうでも朝なんか集合めっちゃ早かったんですよ朝、私たち、私も配信めっちゃ早かったと思うんですけど、集合自体がマジで早くて、そうそうそう、でそれをマホちゃんに、え、なんかでもこの時間に集合って言ってたよみたいな、スタッフさん言ってたよみたいな言ったら、わたーって言ってましたね、無理じゃん、寝て初日みたいなずっと言ってたそう、いやいや波動だぞそう、
もうどっちも本気なんだよね本当に。いや多分最後の瞬間崩れ落ちた時のあざかもしれないし、まあ土下座した時のあざかもしれないし、わかんないですけど、あざができました。でも本当に楽しかったです、めちゃめちゃ。あとなんかみんなと距離近かったりとか、ピョンズがいっぱい来てくれたりとかしてたから、あ全然痛くないですマジで。え、なんだろう、痛くないんですけど。痛くないです、ありがとう。あざ痛くない、嬉しい。できても痛くないあざでみんながなんか喜んでくれるの嬉しい。やばド S?ド M? 逆どっちだ。嬉しい、できても全然痛くないこれなのにみんなが喜んでる、ありがとう。確かに見る機会なさそう、いつかあるかな、なさそう。ないやん、ごめん。待って、マネージャーさん今日休み？わ、連絡しちゃった。違うかな。休みだったら消しとこ。別に明日でいい。休みじゃない、大丈夫、別のあれかな。ピョンズで渡してた人ボールね、本当に最悪と思った。なんかみんながえ、ハルピョンさんのファンボールあげてますよみたいな。そう、ナーミンとかクルちゃんとかユキリンさんも言ってましたよ、ハルピョンってうちは持ってるのにボールあげてるよ、最悪。みんなに言われました、よくあげれたなと思って、あんな目の前で。本当にえ、なんか私1回目もなんかこの人があげてましたみたいなひろよこさんに言ったじゃないですか。でその人がゆいゆいのファンの人だったんですよ。でもゆいゆいはなんか、あそれで時間稼ぎできるんならって、そうなんかマイク通してないけど言ってて、いや心寛大すぎるな、まあファンがもうすげえなって思いましたね。心寛大やなって。そう、でもなんか睨んどこうと思ったんですけど、なんかその後なんかずっとなんか他の試合チームが試合してる時とか、他のチームがインタビューされてる時とかにめっちゃなんかハルピョーンってやられて、そうえ無理と思って、そうボールあげたのになんで私レス送んなきゃいけないのって思って、そうもうなんか無理無理と思って、知らないと思ってた。そう、えなんでみたいな、えなんで他のメンバーにボールあげたのになんかそんななんかえ無理と思って、いや私のファンじゃない、ゆいのファンだったらしいけど、え無理と思いました。はい、
ボード見て出して、ボードめっちゃ見やすかった、マジで見やすかった、だからよかった、そうありがとう、マジでボード見やすくて、あ、行こうと思って、1個あげたとしても他は全部推しに入れたのならいいじゃん、でもそのいや、なんかそれは波動にガチじゃない人が言うことです、もうガチなんです、なんかその1戦目もうゆいゆいとくるちゃんのやつでゆいゆいがスキップになったじゃないですか、でもそれってなんでかっていうと、そのあと13個あったら、そうあと13個あればもう1個ゆいゆいにスキルを使えたんですよ、だからその1個がマジで命取りなんです、1個を13人がやったら1個かも分かんないし3個は入れてるかもしれないし分かんないですよ、その1個がマジで命取りなんですよ、2戦目も確かあと13個だったんですよね、そうだからマジで1個が大事、いや50個単位じゃない、昨日はもう消したな、分かんない消しちゃったけど、なんかいつもは昨日の4分の1なんですけど、昨日はあった800、間違えた、ごめんなさい嘘つきました、すいません、もう一回いきますね、80個200個400個800個1600個だったんですよ、そうだからそのあと13個あればサイズブースト とか30秒間サイズがレベル1アップとかできたんですよ、そうそうそう、だからマジで1個が大事だったの、本当に4倍だからね、そう A と S の差が倍あるんだよね4倍だから、普段は200個400個まあそれでも4倍なんですけど、でも本当にいっぱいマジでなんかもう楽しかった、本当に知らない間にガチになってた、マジで、あ、なんか S シールドはね、あのなんか物によって決まってるんですよね、スキルっていうのが、 D だとスピードサイズダンス、あ、てか間違えた、スピードダンスサイズだと DBS しかなくて、そうで、ギリギリパワー、そう、ライフが残り1枚の時にスピードとサイズがレベルが上がるやつと、カチコチシールドとシールドブレーカーは C と S しかないんですよ、そうだから S、 あとゴールデンショットも、ゴールデンショットは B と S か、ゴールデンショットやばいね、 S の時常時ライフを4枚抜きすると10点獲得だから常にゴールデンショットなんだ、やば、ゴールデンショット S 決めたら、だからゴールデンショット S 持ってたらもう4枚抜きをすればするほど10点上がってくる、だから1回が10点みたいなことでしょ、1点が10点ってことですよね、やば、そうだからスキップにするしかなかったんですよ、もうスキップでいいのみたいな言われてたけど、ひろゆこさんに、だって67しかなくてあと13個ないから、そうそうそう、80一番下でさえ80必要なの、ボールが、波動ボールが普段は10個でいいのに、あ、違う20個でいいのに、そういうこと、
そうだからうちらは800何個ゲットしたから、そう400-400にするか800ドーンって使うかっていうのがあった。いや波動ってマジむずいんですよ本当に。もうやればやるほどでも分かっていきますよどんどん。ギリギリパワーは全然違います。ギリギリパワーはレベル C の時はライフが残り1枚の時、スピードとサイズがレベル1アップなんですけど、800個グレード A の時はライフが残り1枚の時、スピードとサイズがレベル3アップするんですよ。だからレベル5だった時、スピードとサイズがレベル5だったらギリギリパワー使ったらレベル8になるんです。やばくない？そう。え、グレード S はスピードブースト S 使ったら30秒間スピードがレベル5アップなんですよ。だからレベル5の人にこのグレード S 1600個必要なやつ使ったらスピード10みたいな、めっちゃ速い、もうなんかもう弾丸みたいな、もう見てみたい、むしろほんとシャーみたいな、ほんとだから、だからボールの大きさもやばいでしょうね。もう2人一気にドーンみたいな感じかもしれん。もうそれくらいほんと1600個集めるってすごい大事、グレード S にするってすごい大変なことで。でもそれもなんかどん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 その波動さんもなんか私たちがなんか上手くなっていくにつれて、どんどんなんかその必要なボールの個数とかをどんどん増やしていったんですよそうだからどんどん難しく勝ちにくくなっていったし、でもそれはみんながマジで上手くなりすぎてて、なんか昨日びっくりした、みんな避けんのマジ上手すぎと思って、そうあんななんか上手いんやって思ったりとかしたし、おりんちゃんとかね避けんのめっちゃうまかったし、あとはそれこそあの何なんかなんだっけ出てこない、あドローばっかりだったじゃないですか。そうだからなんかすごいすごいなんかみんなのなんか全体的なあれが高くなってるんだなって思いました。そうシーズン1のデイ1はみんな叫んでたキャーでしたよ。もう知らないけど出てないから。いや私シーズン1はもうデイ最後だったんですよ。デイ6とかに出て、なんかみんなが上手くなりきってる時になんか一人だけなんか初めましてみたいな感じで入って、もうなんか全然もう難かった。めっちゃ難かったです。今までの波動1楽しかった。それは良かった、それは良かった。だってそうじゃないとダメじゃん普通に考えてそれは良かった。楽しかったですね。だからみんなにマジで感謝な。いやでも本当にマジでみんながどんどんなんかそのあれのチーム B の私たちの試合が始まる前になんか真帆ちゃんと一緒に入場した、花道通って入場してた時のみんなの声が
マジでなんかもうなんかもう絶対勝たなきゃみたいな感じすぎて、マジでありがたいプレッシャーでしたねはい、でもなんかコーチはなんかダブルシールドにするかダブルアタッカーにするかみたいな迷ってたらしくて、そう、真帆ちゃんと京香ちゃんを組んでダブルアタッカーでいくかみたいなのも迷ってたらしいです。でもやっぱりそのチーム B でやっぱこう勝ってたペアをやっぱそのなんかこの人とはやったら勝ったっていう記憶をその人の中でやっぱ生み出したかったらしくて、やっぱ私たちも真帆ちゃんと私でやった時は、私は基本的に真帆ちゃんとやった時多分全部勝ってるんじゃないかな。真帆ちゃんと私とめぐみんで出た時も真帆ちゃんと最初やって勝ったし、多分真帆ちゃんとやった時はその次多分真帆ちゃんとレミと私で勝ってる、私とレミと真帆ちゃんでやった時に私と真帆ちゃんで勝ったし、でその次あやなんさんと私と真帆ちゃんで出て、あやなんさん、あ、じゃあ真帆ちゃんと私で勝ったし、今回も真帆ちゃんと私で勝ったから、そのなんか勝ったっていうなんかあれをなんかやっぱメンバーの中での記憶で植え付けておいた方がやっぱ安心だし、なんか勝つあれになるじゃないですか、だからっていうのを言ってましたよ。そうだからこの人、結局この人にしたって、こことここで組まして、でもまあさとみなちゃんとそのゆきりんさんのところは勝ったことがなかったからこれまで、でも他ともやってもかその勝ったけなんていうの試合がなかったから、とりあえず そこは2人はもうとにかく失点を抑えるっていうのをメインでその2人を組んだらしくて、でもまあゆきりんさんがね、あの腰のあれで出れなくなっちゃって、痛み出てれなくなっちゃったけど、まあ、しっかりスーパーボールいっぱいゲットしてくださったんで本当ありがとうございますって感じです、はい、いや B の推し席でも本当広かったんですよね。なんか B 推し席めっちゃ広くて本当に、うん、みんながいっぱい申し込んでくれたおかげありがとう。なんかだからそれもあるんだろうなって、だから本当になんかやっぱみんなが私たちがそれこそモチベを上げコーチが上げてくださったから、なんかチーム B のなんかチーム B のファンの方々ってすごいメンバーが頑張ろうとすることに対してすごく必死に一緒に頑張ってくれるじゃないですか。それはすごいドボンの時もそう思ったし、私とセナタンがすごい頑張ってて、なんか他のチーム他のファンの方々もすごく頑張ってくださったりとかしたから、なんか多分その推しが頑張りたいって言ったことに対して強いんだと思うんですよ。あやなんさんのファンの方もそうでしょ、ショールーム選抜も入ってるし、お料理選抜も入ってるし、だから多分そうなんですよね。まあゆきりんさんとかゆいゆいとかはもう元のファンの数がまず多いから、それだけすごい力を持ってるっていうのもあるし、でも多分そのなんだろう、本当推しが頑張りたいってことに対して、まあ、ピョンズ筆頭に筆頭ん？ピョンズをはじめとして他のファンの方々のなんか方々もそうだと思うんですけど、なんか本当に推しが頑張りたいってことに対してすごく頑張ってくださる、一緒に頑張ってくださるファンの方がすごく多いなっていうのは、なんかこれまでもそう、セナタンのファンの方もそうです、なんかすごいこれまでもそう思ってて、なんかやっぱそうなんだなって、ナーミンのファンの方もそうだし、うん、だからなんか本当にチーム B がこんなにその波動強くなれたのも本当ファンの皆さんがすごい、メンバーが頑張りたいって言ったことに対してファンの皆さんが頑張りますって言って一緒にやってくれたおかげだし、まあ、そのモチベを上げたのはコーチだから、もう本当みんなに感謝です、マジで。
みんなに感謝。ありがとうございました。楽しかったって感じ。以上以上です。波動の話は橋本春奈で調べるといろんな画像や動画が出てきて楽しい。マジ？皆さんぜひ、私もね、昨日の夜とか波動終わったから、私ちょっとみんなが出してくれた写真とか見て、めっちゃ漏れてるやんと思って調べたんですけど、ぜひ皆さんこの後も出してください。保存するんで、私ハッシュタグ橋本春奈をつけて、あとはまあハッシュタグは AKB48 天下一波動会もつけて、どっちもつけてツイートしてください。よろしくお願いします。保存します。マジ漏れてた。なんか多分ね、前半はね、あんまりね、なんか前にいなかったりとかしたから、そう、前半の時はちょっとあんま漏れてない写真というか、暗めの写真がもしかしたら多いかもしれない。後半はめっちゃ漏れてた。みんな撮ってくれた写真よかった、ありがとう。いっぱいツイートして、いっぱい撮ってもらったんだ私、いろんな人に。昨日行けなかったので長野行きます。え、絶対来てね。長野もいっぱい写真撮ってほしい。え、長野って待って、衣装かな、長野の衣装だっけ。FBS？長野放送。え、何？ F？ なんだ？FM だった。FBS じゃん。FM 長野。衣装メイク確認中になってるな。あと長野って衣装ですか。6月2の衣装であってほしい。マジで本当に衣装がいい、衣装がいい、マジで衣装がいい、お願いお願いします。いや、これでさ、その写真がなかったらさ別にいいかなって思うけど、やっぱ衣装がいい。でも6月2日はそれこそマジでみんなに今日よりレスにできそう、今日よりレスできると思う。だってピョンズばっかってことでしょ。え、来てくれるよねみんなピョンズばっかってことでしょ。だから今日より、今日じゃない、昨日よりもいっぱいピョンズにレスをくれそう。そうなんですよね、平日っていうのがちょっとねあれなんですけど、
だってさゆりんのファンの方々も絶対にあのいっぱいカメラ経験されてるから。そう、え、それな、1ヶ月前に発表してくれてマジでありがとうって感じ。私も間もなくのお仕事あるんですけど、もう間もなくのお仕事、いやもうそれの詳細もマジで分かってないし、情報解禁もいつか分かってないし、まずそれがそのみんなに言ったじゃん、この日開けといてみたいな。でそれってもしかして、もしかしたらだけど、え、全然普通に生じゃなくて、なんか普通に撮っていつか放送かもしれないしみたいな、え、どっちみたいなそれも分かんないやつがまだあって。そうだからみんな待ってて、ちょっとまだ開けて待っててって言った日、開けなくていいごめんってなるかもしれないし、うん、でも24日の深夜は開けといてください。多分その仕事が押さなければ誕生日ひまたぎ配信するのでよろしくお願いしますてな感じで配信終わります。また夜もできたらやろうかなっては思ってます。ただこの喜びをとにかく1秒でも早くみんなと共有したくて、まあ、昨日はでももうほんと疲れすぎてもう無理だったんだけど、そうそうそう、昨日は本当にもう疲れすぎてもう配信もできないぐらいもうなんか疲れちゃっててもう無理だったんだけど、できてよかったです。この時間に筋肉痛はね、もうなんかねバグってる、なんかもうここ14日から結構怒涛だったじゃないですか。そうだからバグってます、なんか体が本当にバグり散らかしてる今。え、本当に、まあその話は夜するからまた言って、夜来てくれたら、まあ夜多分できると思うけど配信、ピョンムービーの話また夜する、絶対また言ってください、お願いします。え、本当ランナーズハイ的な、まあ、2回公演、なんかすごいオフ何日か続いてからの2回公演ドゥンドゥンってやって、もうその日も本当に、まあ、もう大変だったんです。もうだからもうその話もまた夜します。もうお腹が空きました私は何か食べたいと思います。とりあえずまた夜、そんな遅くないと思う、夜は夜で6時7時くらいかな、そんな夜遅くないと思う。もうだって何もやることがなかったら早寝早起きをしたいなと思ってるので、ということで何か食べたいと思います。それではまた夜できたら、できやりますって言ってできなかったこともあるので、夜できたらいいなって思っててください。行きますランキング、1位 D さんアット波動総合優勝おめでとうさん、ありがとうございます。2位アーターさん、ありがとうございます。3位オープンアカウントさん、ありがとうございます。4位A ダッシュアットピョンズさん、ありがとうございます。5位アシュラアットピョンズさん、ありがとうございます。6位一条寺ひかるさん、ありがとうございます。7位シグ SR さん、ありがとうございます。8位にゃーこさん、ありがとうございます。9位マックミックさん、ありがとうございます。10位コロともゆきさん、ありがとうございます。11位コロポックルさん、ありがとうございます。12位すみちゃんアット落とし物は何ですか、あれは香水です私も香水作戦をしようと思って、香水と、まあ、あとはリップ、まあ、多分、ね、2、3時間あそこの場所にいたら取れるかなと思って、リップと香水をスカートと T シャツのここの隙間に挟んでたんですけど、そうあの衣装ポッケがなくて、その
前半戦の時の衣装ポッケがなくて挟んでたんですけど、リップは落ちなかったんですけど香水だけ落ちちゃって、やばいやばいやばいってなってて、でも香水つけなかった持ってったのになんか私普段全然香水つけないタイプの人間じゃないですか。そうなので、あのつけなかつけることがまずないんですよ。そうだから、うん、全然つけなかった、一回もつけてないごめん、匂わなかったっしょ。まあハルピョンのその酢の香りがね匂ったと思うんで、ありがとうございますハルピョンの香りなのか衣装の香りなのかわかんないですけど、ありがとうございます。13位エンドレッドアットピョンズさん、ありがとうございます。そして私ラッキー何位にしようかな、6793人なので67位、はい、67位はマーボーさんです、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。また夜できたらなとは思ってるんですけど、できなかったらごめんなさい。まあでも楽しかったです、本当に波動ありがとうございました。また夜はピョンムービーの話と、なんだっけさっき言ってた忘れた、ピョンムービーの話と何の話するっつったっけ、え長野の話するって言った、え全然覚えてない、あランナーズハイになった時の話ね、そうだ、ピョンムービーとランナーズハイで覚えててください。皆さんよろしくお願いします。ということで最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。そう公演の話、はい、ウサギのようにピョンピョン飛び跳ねるのは春、やばい待ってここが筋肉痛、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6849人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本春奈でした。皆さん本日はありがとうございました。また夜できそうならやります。とりあえずちょっとゆっくりしたいと思います。オフ、それではありがとう、またね、バイバイ、ドラマ見るバイバーイ。